どうも、井手隊長です。アシスタントエンジェルです。今日のテーマはラーメン。はい、ということでございまして、先週の金曜日にオンエアになりました、テレビ朝日のオスカル花金リサーチで、はい、町宿泊特集の、はい、第2弾をやっていただきましてね、見ていただいて皆さんありがとうございます。もう町中華がね、もうここのとこね、まあ、連載はラーメンの連載ずっと書いてますけどね、こう雑誌とかテレビは町中華のお仕事が何で多いんですかね、去年今年は。いや、火ついてますよきっとね。どっかの町中華が火をつけたわけじゃないんですけどもね、こうなんか令和になって逆に昭和に戻るみたいなことなんだと思うんですけどね、誰かがこう火付け役っていうか、なんていうか、いつの間にかこうなったっていうね。ありがたいですね。ありがたいですけど、まあ、びっくりで、今まではそういうなんかこう老舗とか古いお店って、まあメディアとしてはその取り上げ、なんで今取り上げるんですかみたいなことで、こちらが書きたくても書けなかったんですね、媒体で。でまあ新店情報をくださいっていう時代が長かったんですけども、これ変わってきてますよ、完全に流れが来てます、ね。新店の情報が逆に書けなくなってきてるぐらいな感じで。確かに、まあ、逆にだから新店の情報は SNS とか、ああいう食べログ的なやつとかね、ああいうその一般の方々の口コミで結構十分みたいな感じなんだろうと思うんですよね。逆にそういう町中華みたいな、ある程度長く行った人とか、昔食べてる人とか、まあ、実際に取材した人とかね、っていう情報の方が逆にないというふうになってきてるのかもなと思っておりますけどね。ということで、先週のオスカル花金リサーチでも4件のお店紹介しまして、今日はその、テレ朝でやったオスカル花金リサーチの町中華特集の補足情報ということで、4件の、をおさらいしながら、こちらの番組も紹介していきたいと思います。はい、ということで、まずじゃあ1件目いきましょう。1件目はこちらです、ドン。はい、1件目は、横浜の野毛にあります三公園さんですね。いいですね。はい、野毛はあの、なんていうんですか、あの飲み屋街みたいなね、のがまあ有名ではあるんですけども、まあ一方でそのラーメン界隈ではタンメンの街と言われています。おえタンメンの街ね、まあ、結構タンメンをこう、看板メニューとして出している町中華が、まあ、いくつかありまして、そのまあタンメンの街と呼ばれるきっかけ的なお店がこの三公園さんでございますね。何よりこの看板見ていただければ分かる通り、ラーメン餃子じゃないですかね、タンメン餃子ですからね。初めて見ました。なかなかないんじゃないでしょうか。見たことないですね。今コンセプト的にタンメン屋さんみたいなのが出てきてますけど、ね、町中華でタンメン餃子ってもうラーメン乗り越えてるっていう、ね、ことでございまして、なんですけど、このお店、創業何年ぐらい経ってると思いますか。あれ、これ結構な老舗じゃないですかね、この看板、はい、この雰囲気ね、そう見えるんですが、このお店なんと2017年1月オープンね。え、だから、ま、丸3年ぐらい。あ、ちょっと待ってください。なんですけど30年でも短いと思ったのに。そうで、これにもまあ裏がありまして、2016年、平成28年にね、この三公園は、一度閉店している。ああ、そういうことか。で、まあ、その旧三公園、同じ野毛にあったんですけども、の、出身店になるわけですね。で、まあ、元々の三公園さんは、1964年、前回の東京オリンピックのあった昭和38年創業の、まあ、創業50年以上続く老舗なわけです。で、まあ、前社長が、まあ、高齢で、まあ、もう、なかなかこう厨房で作るのが厳しいということで、2016年に閉店したんですけども、その味を継ぐ形で、まあ、その場所とは違うんですけど、まあ、近く、野毛の近くに新店として2017年にオープンしたということになるわけです。嬉しい人いっぱいいたでしょうね。はい、で、まあ、店主さんとそのお母さんと、やってるんですけども、まあ、店主さんは20歳から4年間、それからお母さんは閉店まで12年間、まあ、旧三公園で働いていた方で、中国人の方なんですよ。で、今だから、店主さんは27歳ぐらい、すごい若いわけですね。なんで面白いのは、要は町中華って、まあ、中国から来たね、まあ、中華の文化を日本人が
のおやすさんがまあ日本風にこうアレンジして町に根ざしたものがまた中国の方がその味を継いで作ってるってすごくないですか、その輪廻的な、もはやすごいですよね、うん、なのでこの老舗と言っていいということですね、うん、でさっきも申し上げた通り、はい、野毛はタンメンの町ということで、はい、タンメン見てもらいましょう、はい、タンメンはこちらです、ドン、はい、このタンメンでございましてね、もやしと白菜とニラと豚バラ肉をまあ炒めた具と、スープ真っ白な感じでこうパイタン系でございましてね、で今はですね結構まああのタンメン屋さんではタンメンシャキシャキなんていう名前のお店があったりする通り、まあ結構シャキシャキの野菜を食べるっていうのがまあ今のタンメンの主流だったりするんですけど、ここのタンメンの野菜はくっくたくたです初めて聞きましたよ、ね、そんな感じ、くったくたですよね、もうこうガンガン炒めちゃってますから、はい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 、スープとかでね、なんでこの炒めのラードと炒め野菜と、うん、それからニンニクの旨味、うん、ニンニク入れてこうやってますからね、がもう溶け出したスープで、うん、まあノスタルジックなタンメン、ちょっと美味しいですよ、一体感あってね、でまあ、当時からの、まあ、僕も前のお店も食べてますけども、うん、当時の味を受け継いで今もノスタルジックなタンメンを出しているということでね、面白いですよね、でもう一回、はい、さっきの外観の写真に戻っていただきます、はいはい、このね看板の一番左を見てほしいんです、はい、あなんか若干気になってましたけど、気になりますよね、なんか「み」みたいに書いてあるわけです、はい、これ気になるわけですよね、はい、これはなんと、はい、この今の店主、若い店主、はい、せっかく三公園を継ぐんだから、はい、その前社長が使ってきた、長らく使ってきた看板だけは、ん新店舗でも使いますと、はい、って看板をそのまま持ってきたんだけど、はい、左が合わなくてバーンって切って、これ味の右側です、これすごい、嫌いじゃない、そういうのというね、そこまでが一つの話だからね、これすげー、この真っ二つになった味を見て、もう、いやいやいや、歴史は流れてるけどちゃんと繋がってるぜ、おやっさんぞ、逆にこれを噛み締めるわけだ、ね、いや気になるということで、その看板も目撃していただきたいということでぜひね、野毛に足運んでいっていただきたいなと思っております、いはい、はい、ということで参考にございました、はい、で2軒目いきましょう、はい、はい、2軒目はこちらのお店です、はい、2軒目は錦糸町にあります百貨亭というお店ですね、かっこいいですね、はい、百貨亭ね、うん、ですね、おやすさんは72歳で、まあ、50年以上やっている、うん、老舗でございますけど、はい、このお店も、うん、どうですか、この外観見て、50年以上やってるように見えます、こっちが2017年じゃないですね、こっちね、さっきと逆な感じがしますけど、そんな風に見えるでしょ、はい、ですけどここはもう50年以上やってる店、なんでこんなに新しいのか、はい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 、これは気になるわけですよね、はい、さっきの三公園の味マップダスの話もびっくりですけど、はい、これもすごいですよ、はい、この百貨店、はい、まあ、長らく錦糸町の街で愛されてきた中華料理屋さんだったんですけども、うん、はい、なんと2015年の今から5年前の年末に、はいはい、店が大破しました、はい、大破大破、うん、ガス爆発で、おお、まさに大破、店が大破して完全にもうボロボロになっちゃった、ガス爆発、それもう大変だなって、錦糸町の皆さん心配したわけです、はい、おやすさん大丈夫なのか、うん、店はもうこのまま、まあ、厳しいだろうし、うんうん、もうずっとね、家族で食べてきた百貨店がなくなっちゃって寂しいねと言ってました、うん、するとおやすさんなんと半年の休業を経て、ご高齢にもかかわらず再起して立て直して再オープンした、早くないですか、熱くないですか、すごい、すさまじいスピードですね、でね、半年、はい、うん、でそのなぜ再起したのかっていうところは僕も取材できてなかったので、はい、今回オスカル花金リサーチのスタッフが、うん、物撮りとか行く時にね、はいはい、聞いてきてもらったんですよね、はい、でまあテレビでも流れたと思いますけど、うん、他にやることなかったんでって言ってましたからね、いやもうメンタル強いですねっていう、いやその前に落ち込んだでしょっていうか、いやでも今みんな見習うとこですね、ね、すごい、なのでもう店主の長年の汗と涙と、はい、
錦糸町への愛が詰まりに詰まりまくった店なわけですよ、ね、いいですね、はい、もうこの時点でもう行きたいじゃないですか、うんね、強さもらえそう。でここの名物メニューがこちらです。ドーン、はい、こちらのお店の名物メニューはチャーハンでございますけども、はい、ね、このチャーハン、はい、まあ、中華で言えば、うん、まあ、特にその主婦の奥様方もよく言ってますけど、うん、はい、なかなか中華料理屋さんでね、はい、作るチャーハンみたいにパラッとしたチャーハンできないのよね、はい、なんでこんなに団子みたいになっちゃうのかしらとかってもうよくやってんじゃないですか、はい、花丸マーケットとかでもさ、はい、ね、だからもう中華といえばパラッとしたチャーハンなんですけども、はい、ここのチャーハンはなんと、はい、ベチャベチャです。逆にいや、ちょっと待って、今の流れひどくないですか。違うじゃないですか、チャーハンベチャベチャなんですよ。ちょっと、ちょっと紹介して大丈夫ですか。そうなんですよ、すごいでしょ。逆にすごいんですよ、汁気すげえなみたいな感じでまあなんかスープを結構入れて作ってるらしいですね。まあこれこだわりらしいんです。でまあ、スープの汁気を多く含むチャーハンで、うん、まあ、チャーシューが結構でかいでしょ、うん、ね、がっつりですね、大きめに切られたチャーシューがアクセントで、うん、まあなんかこうレンゲ一口でこうパラッと口ほどけが良いっていうのとはまた別で、うん、一体感がすごい、うん、ジュワッ、そうかそうか、チャーハンね、なんでスープチャーハンともまた違うんですよ、ベチャベチャ、うん、奥さんたちもそれを目指したんだって言えばいいんですよね、うん、そうですそうですそうです、そうです、うまいのこれがまた逆にこうね、中華のパラパラのあのウェイバーっぽい味のチャーハンとはまた別で独自の味なんで、逆にこう看板メニューになっているね。一回食べたいですねこれね、はい、店は一回大破しちゃったけどべちゃべちゃチャーハン健在ということで、なんだろう、なんか全部褒め言葉に聞こえなくて面白い、ね、熱いっすよ、もうそれだけでもう泣けてくるじゃん。 いいじゃないですか、半年で再起だぜ、めっちゃガッツあるじゃん、もうパワーすごいですね。めっちゃいい感じの親父さんなんだけどね、すごいね、楽しみ。まあ、僕行った時もね、はい、いきなり生ビール頼んだらね、ビールサーバー壊れてましたけどね、うん、あ、ビール出ねえやって言われましたけどね、ありがとうございます、もう行きましょう、みんな行きましょう行きましょう、はい、ね、はい、ということで、ね、2軒目は百貨店さんでございました。はい、はい、では3軒目行きましょう。3軒目のお店はこちらです。ドーン、はい、3軒目は、東中野にあります大森軒さんです。いいですね、これ結構有名なお店ですけども、昭和57年創業でございますね、はい、もう東中野の駅からすぐ徒歩1分ぐらいのところにあるんで、はい、結構もう目撃したことある人、行ったことある人も多いかなと思いますね。でも名前が分かりやすいです、大森県ですから。本当にそうなんですか、ね、量が少ないわけはございません。はい、そうですよ ね、基本的に量が多いという店でございますね。まあだから結構そのあのお腹を空かせたサラリーマンとかね、あ、まあ、周りにはね、あの学校とかも多いんで、はい、学生さんとかですね、もうみんなわしわし食ってます。わしわし、ね、小食な人はいりません。ちょっとそうですね、大森県ですから名前、そうですね、覚悟して ね入らないとね、ですからそんな分かりやすいお店でございますけど、はい、まあ、このお店の、看板メニューがこちらです。ドン、こちらが鉄板麺というね、なんか意外ですね、メニューでございますね、はい、この一番奥にあるのがこの鉄板焼きなんですけども、はいはい、大量のキャベツの上に豚バラ肉が乗っておりまして、うん、上にこう秘伝のタレが、このオレンジ色のね、秘伝のタレがかかっている、鉄板焼きでございますね。もうね、まずこの具の中央に、ね、はい、くぼみをつけますね、はい、そこにこの生卵をわってね、そしてカリカリニンニクをこうかけて、こうしてこうして飯にのせ飯ごといくハピネスやべえ、大森県一気に油酸くさくですよ、ね、ハピネス来ちゃいましたか。でこの上にかかってるこのオレンジ色の秘伝のタレ、うんうん、何が入ってるか全く分かりませんけどね、うん、めちゃくちゃうまいんすよ。このなんかキャベツの上にね、うん、あの豚のせてみたいなものは、うんうん、まあ、考え売りますけど、うん、この秘伝のタレが、あ、何なんだろう、まあ出ないよ、知りたい、その辺のスーパーじゃ売ってませんよ、もう家に一瓶欲しいなみたいな、何毎日これでキャベツ食っちゃうぜ俺みたいな。これ売ってないんですかこの店で。売ってないんですよ、売ってないんですか。ね、何だろう、しかも、はい、これに、うん、ラーメンとご飯ついてきちゃうわけですよ
もう大盛り券、すごく大盛り券でしょ、恥ないねえ、ラーメンも半ラーメンと言いながら結構麺量もありまして、麺も太くて、うんうん、いいですね、すごいんですよ、お腹いっぱいなんですよ、うん、ね、ですけどこのラーメンね、はい、結構チンタン系のラーメンで、うん、あのこのラーメンが逆にオアシスっぽくなるんですね、うん、あ、なるほど、もう鉄板焼きはやんちゃだから、うん、パンチ効いてるから、パンチ効いてるからですよ。そしてこの鉄板焼きの、はい、さらに美味しく食べる食べ方が、うん、タバスコをかける。え、タバスコとか置いてなさそうじゃないですか。もうこの店の入り入ってすぐのところに1ガロンのタバスコが置いてあります。もうガロンがよくわかんないですけど、僕は1ガロンって言ってたんで、こういうこと、そのままお伝えしますけども、ガロン、1ガロンがそこにあって、それぞれ の, あの席にも結構な巨大サイズのこうやってかけるタバスコあるじゃん。はいはいはい、あります、あります、あれが置いてあります。でその巨大タバスコをバンバンかけて食うと、セットな、まあ、ちょっと辛みもあり、うんうん、酸味で味締まり、うん、ニンニクであって、ね、あ、こうなんか飽きが来なくいい感じになって、これ僕もタバスコ大好きで、まあ、ピザとかね、うん、ナポリタンとかにもかけるんですけど、うんうんうん、まあ長年タバスコを食べてきましたが、はい、タバスコの一番合う食い方ですね、これ。わ、1ガロンですから。いや、1ガロンですからがちょっと分かんない。日本の町中華の中で一番タバスコを消費している町中華は間違いないでしょ、すごい、ということでもう食いたいでしょ、これ。俺ももう食いたい、食べたい、ね、ぜひお腹を空かせてね、行っていただきたい、はい、東中野ね、うん、ということで3軒目は大森県でございました。はい、ということで4軒目ラストでございますね。最後はこちらです、ドン。はい、最後は、本駒込にあります、はい、超徳さんでございますね。ハッピーエンドからも近いですよ、はい、一駅、ね、はい、1995年創業、まあ、95年というと最近かなと思いきや、はい、まあ、もう26、27年、はい、ね、25年とか経っておりますけどもね、はいはい、本郷通り沿いにある行列のできる町中華でございますね、はい、大きな交差点のところにあって、そこに人がガーッと並んでるんで、うん、すぐ分かると思いますけど、本駒込みの駅からすぐ近くでございますね、はい、ここはですね、まあ、数々の、はい、町中華たくさんあります。さっきはべっちゃべちゃのチャーハンだとかね、くたくたのタンメンだって言ってきましたけども、はいはい、ここはですね、もうチャーハンが、はい、まあ、多分その日本町中華チャーハン美味しい上手に作ってるランキングの、まあ、かなり上位に入るのではないかなというチャーハンがございます、はい。チャーハン見ましょう、こちらです、ドン。こちらが、醤油チャーハンですね、はい、ネギと卵だけで作る卵チャーハンっていうのと、はい、まあ、チャーシューも入る醤油味のこの醤油チャーハンっていう2種類から選べるんですけども、はい、とにかく、うん、さっきはべちゃべちゃでしたけども、はい、これはとにかく口の中で米がほどける、おお、来た絶品チャーハンですね。こっち、これがすごいやつ、もう一口持ってって口の中に入れるとハラハラハラ、すごいですよね、桜吹雪かな伝わってます、伝わってますか口の中に入れたら解散こう集合してみんなお疲れさんってな感じでほどけまくるんですよ、もうこれね、結構感動するぐらいほどけるんですよ、ね、で話を聞いたら、うん、まあ、まずご飯を水を少なくしてね、固めに炊いてるらしいんですよね、はい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 、とか、あとあのその使う油がね、うん、結構こだわりの油らしい、うん、なんかあんまり詳しくは分かんないんだけど、うん、まあなんかその辺に秘密があるらしいんですけどね、はい、だからもうその、まあ、味付けももちろんいいですし、はい、味付け、それから米のこの立ち方、はい、あのその米一粒一粒のこう油のまとい方とかね、はい、これもう全てがなんかこう技術によるものだよなっていう感じなんですよ、はい、なんかこうちょっと真似できないんだろうなっていうかね、これぞ中華みたいな、まあいろいろとこう試行錯誤してここに行き着いたと思うんですけど、うん、いや、お見事と、ね、これぞ町中華の最高峰チャーハンだなと思わせてくれるような、うん、チャーハンですね、はいはいはい、で、まあ、何言っても美味いし、餃子も美味いし、あとまあ個人的に好きなのがね、レタスのかき油炒めね、これ美味いんですよレタス想像つかないですね、あのオイスターソースですね、かき油、うん、で炒めてこう
まあ、いい感じのこう水溶き片栗みたいなのでこうまとってね、もうお腹空いてきた、ね、あと結構まあ、はい、僕はあんま食べないんだけど人気なのが揚げ餃子が人気でね、揚げ餃子が甘酢あんかけなんですけど、その甘酢あんかけの揚げ餃子を食って、その甘酢あんかけを卵チャーハンにぶっかけて食う人も多いらしいですよ。やります、ねえ、こうもうね都心ですしね、いいですね。はい、ということで4軒目は超得でございました。はい、ということで4軒、紹介してきましたけどね、はい、まあね、この間の、はい、オスカルの前にあったテレ東さんの町中華の特番の時も言いましたけど、はい、うんうん、はい、あの町中華はやっぱりこう古いんで、うん、しかも地元に根ざしてるんで常連さんで成り立ってる店なんで、はいはい、取材が取りづらいわけでございますよ、うん、そうですね、大変です。なのでね、今回もいっぱいリスト出してその中から、取材をお受けいただいた店をご紹介してますけどね、うんうん、取材を受けていただいてありがとうございました。本当にね、もうなかなかこうでもなんかこう並んでとかそういう感じじゃないんで、はい、まあ、食べてる人もゆっくり飲んで食べたいしさ、はい、まあ、ちょっとね空気壊さない感じで、ね、そう、行くときはぜひ気をつけてね、はい、行ってほしいし、まあ、サラリーマンとか営業周りの方とかはね、はい、ぜひお昼にね、お昼パパッとだったらね、うんうん、もう最高ですから、マッチがね、はい、あの楽しんでほしいなと思ってます、はい、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、でね、今後もです、はい、また問い合わせが来てまして、はいはい、マッチ中華の、うん、あれね、出演以来とかね、来てるんですよ、はい、なんでこれからまだ続きそうですけどね、はい、また紹介していきたいと思います、はい、こちらの番組でもテレビに出たり雑誌に出たら補足情報をまたね、こちらの番組でやっていきたいと思います。はい、はい、ということでございまして、この番組は2週に1編の生放送、それからサザンラーメン本の、ミニ番組を配信しておりますので、はい、ぜひこちらの方からチャンネル登録を、お待ちしております。それから今日の番組が良かった方、町中華が好きな方、お腹空いた人、はい、ぜひグッドボタンお待ちしてます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では告知をどうぞ。はい、7月3日ですね、小川徹さんのバースデーライブに出させていただきます、目黒のブルースアレージャパンにて、小川徹さん、もちろん坂本龍太さんとかすごいミュージシャンたちと一緒にやらせていただきますので、よかったらぜひいらしてください。はい、昭和歌謡ユニット深井田カフェのお知らせ、4月の25日、大塚の丸でワンマンライブがあります。はい、ゲストは平松八千代さん、はい、丸のホームページで予約受付中でございます。はい、はい、5月は7周年がありまして、はい、やりたいんですけどね。7周年わ、やりたいですけど、いいですね、まあ、一応の企画も用意してまして、はい、ちょっとコロナでまだ、はい、解禁日が何とも言えないんですけども、うん、ぜひやりたいと思ってますんでね、ぜひ私のツイッター等々で、はい、フォローいただいてチェックしていただければありがたいです。はい、はい、それではハッピーエンドのお知らせ、はい、4月の10日の金曜日19時半からサザンセッション会、はい、サザンの楽曲をセッションしたい人、特にベース、はい、ピアノパート大募集、手洗い、うがい、並行、全員マスクで観光しますということで、消毒もやって、マスクも1曲ずつ消毒して、はい、いろいろやってますんでね、うん、ぜひ安心して来ていただければと思います、はい、マスクがない人は差し上げますとか、はい、ね、うん、マスクだ、マスク切れちゃったとかいう人もぜひ来て、うん、1曲歌ってきたらどうでしょうか。そうそうそうね、はい、2000円フード持ち込み自由ということで、ぜひお越しください、はい、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、今日は町中華、オスカル花金リサーチの、町中華特集、町中華特集の補足情報でございました。はい、はい、ということでまた次回の、動画でお会いしましょう、はい、アシスタントはエンジェルちゃんでした、はい、そして私出隊長でお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。